赤ジョークで描かれた準備装備をメトロポリタン美術館所蔵。牧場の聖母の名前で知られる聖母子と幼児の洗礼書西洋羽根は世紀ルネサンスのイタリアの巨匠ラファエロ・サンツィオが1506年に制作した絵画である。油彩。長らくウィーンのベルベデーレ宮殿の帝国コレクションに加わっていたことからベルベデーレの聖母としても知られている。現在は ウィーンの美術史美術館に所蔵されている。この絵画は1504年から1505年にフィレンツェに到着してから数ヶ月以内に23歳のラファエロによって制作された。この場面は聖母マリア、幼いイエス、洗礼者聖ヨハネの姿を穏やかな芝生の草地に彼らの視線で繋がれたピラミッド型の配置で表している。聖母は 赤いドレスに金で縁取られた青いマントを配置し、左足を対角線に沿って伸ばしている。彼女の目はキリストに固定され、頭部は左に向いてわずかに傾いており、聖ヨハネが手に持っているミニチュアの十字架に触れるために、キリストが不安定に前鏡になっている間、彼女の手は我が子を支えている。消しの花は、キリストの受難、死、そして復活を意味する。 この絵画は平和で優しく、牧歌的な瞬間を描いている。この平和は、唯一、聖ヨハネが持っている来るべき受難を暗示する十字架を、イエスが掴むことで妨げられている。この種の穏やかで調和の取れた構図は、ルネサンス期のパトロンから非常に高く評価され、ラファイロは、バチカンのスタンツェで教皇のために、フレスコ画を描く任務を与えられた。 牧場の聖母のピラミッド型の構図。本作品や、キワの聖母などの他の絵画で、ラファエロは当時フィレンツェにいたレオナルド・ダ・ヴィンチの登場人物をピラミッド型に配置する技法に習っている。これは、レオナルドの岩屈の聖母などの作品で見ることができる。ラファエロが描いた絵画の多くの準備素描の一つである、赤チョークの構図集作は、メトロポリタン美術館に所蔵されている。 1983年、美術史美術館の絵画主任管理員は、牧場の聖母を変形させた画質とニスを取り除いた。この修復により、絵画の構造は、カウパワの小聖母の構造に類似しており、半透明の油絵具、不透明な下塗り、絶素の地面で構成されていることが明らかになった。観察される損傷は、同じ要因、すなわち、ローブとマントにおける、 ラファエルのペイント技術によって引き起こされていた。青いローブは輸送の不均一な乾燥によって広いクラクリュールが起きている。またこの絵画は深い影と肌をモデリングする冷たいトーンと温かいトーンの微妙な相互作用が特徴となっている。遺体の影と円に見える青みがかった色調は肌の滑らかで柔らかい白とピンクの下にある。さらに作品を綿密に調べると 青い筆運びは人物の輪郭に沿っているように見え、表面だけでなく、X 線写真でも確認できるため、人物の後に空が描かれたことがわかる。赤外線技術を使用した調査からパネルに転写された、死体もわかっている。この転写の際に残された印は明確かつそれらを、結ぶ線は正確であり、画家のプロセスを明らかにしている。 ジョルジョ・バザーリによると、スコットランド国立美術館の夏目足のある聖家族と共に、フィレンツェの商人であり、人文主義者、パトロンの立手をテ手のために描かれた。1662年、タッティーノ子孫は絵画をオーストリアの太公フェルディナント・カールに売却した。その翌年、絵画はインスブルックのアンブラス城に移され、1773年にウィーン、 ベルベデーレ宮殿の帝国コレクションに加えられた。以下はフィレンツェ時代のラファイロの代表的な聖母画である。特に本作品はルーブル美術館の美しき女庭師、ウフィチ美術館の秘話の聖母と並んで有名である。ありがとうございます。